皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日はお母さんの算数数学教室、小学校6年生で学習する分数の掛け算割り算の文章問題についてお話しします。小学校の確認テストですね、単元の確認テスト、これでは以前は例えばそこが分数の掛け算の単元だと全ての問題が分数の掛け算で解くという問題でできていたんですけれど、最近は分数の掛け算じゃないものも入っています。そういうことも含めて今回は問題を2つ取り上げてみました。四角1メートルが3分の2キログラムの鉄棒があります。この鉄棒5分の3メートルの重さは何キログラムですか、こういう問題です。1メートルが3分の2キログラム、5分の3メートルは何キログラムかとなっているんですけれど、子どもたちってこのキログラムとかメートルが分数になるとどんな計算をしたらいいかわからない、どちらとどちらを掛け算すればいいか、どれとどれを割り算すればいいかってわからなくなっちゃうことが多いんですよね。それはこの文章が言ってる内容をイメージできないからなんですよね。ですから子どもたちに具体的なものをイメージする力、ね、そういうのをつけてあげればこんな問題は簡単に解けるようになります。じゃあどうすればいいかというと、ここの数字をすごく簡単なものに置き換えればイメージできるようになるんですよ。例えば1メートルがこれ2キログラムの鉄棒だとしましょうか。1メートルが2キログラムですよね。じゃあ4メートルだったらこれはどうなるっていうと、これ1メートルの棒が4本あるとやるとイメージしやすいですよね。1メートル、2メートル、3メートル、4メートル、1メートルは2キログラムですから、この2キログラムが4つあるから、このキログラムと4掛け算すればいい。2×4 ってやって8ですから8キログラム。こういうふうに数字を簡単に置き換えると、さらにこうやって棒なんかを書いてあげると子どもたち、あ、どういう計算をすればいいかってすぐ分かるんですよね。でこちら側の計算ができたら、これとこれを比べてください。1メートルが2キログラム、1メートルが3分の2キログラムで、5分の3メートルはっていう時、ここ4メートルですよね。5分の3のところは4メートルですから、こことここを掛け算していると、こことここを掛け算していると、こういうことも分かりますから、式は3分の2かける5分の3と、もちろん約分してこうなりますね。と5分の2になるので、この答えは5分の2キログラムと、こういうふうに出せるわけです。この時これ3分の2の5分の3倍だからというようなのを無理やり、こう分からないのとか言って言わないでください。こちらがイメージできれば、どういう計算がここですればいいかというのが分かるので、これを練習していくことで子どもたちも次第に慣れてきて、こういう式作れるようになります。四角に3分の2デシリットルのペンキで15分の7平方メートルの壁を塗れます。このペンキ1デシリットルでは何平方メートルの壁を塗ることができますか、ね、3分の2デシリットルで15分の7平方メートル塗る、じゃあ1デシリットルだったら何平方メートル塗れるか、こういう問題ですけど、これも簡単な数字、ここを簡単な数字に置き換えてイメージする練習をしてください。例えば3デシリットルでこれ12平方メートル塗れます。じゃあ1デシリットルだったら何平方メートルでしょうかと、ね、この位置関係間違えないでくださいね。これ絵に描きます、ね、すぐ分かっちゃうか分かっちゃうんですけど、分かりづらい子は絵に描いてあります。ね、1デシリットルの器を3つここの上に書きます、ね、1デシリットル、ここ1デシリットル、1デシリットルで、その下に
乗れる面積12平方メートル、12平方メートル、これを書きます。1デシリットルで乗れるのがこれだけ、あと次の1デシリットルでこれだけ、ね、次の1デシリットルでこれだけ。じゃあ1デシリットル分はっつったら、ここの部分ですから、この12平方メートルを3デシリットルで割ると、12÷3、こういうことがイメージできますよね。で4となるので、1デシリットルで乗れるのは4平方メートルと、このように計算することができます。これと同じことをこちらでやらせてください。どこをどこで割ってるって言ったら、12を3デシリットルで割ってますよね。ですからここの部分をここで割るという式がこの絵を見てわかるわけです。ですから15分の7割る3分の2、掛け算に直して15分の7かける2分の3、約分しますね。1になってこれが5になるから10分の7となって、答えは10分の7平方メートル。とにかくここの分数の数字を簡単な整数に直して絵に描いてイメージできるようにすると、イメージができればどういう式を作ったらいいかが分かるので、計算して答えを出せるということです。ぜひこういう文章題が苦手なお子さんにはこのような練習をしてみてください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。